야, 나이가 단점이야, 너. え? 誰? え? コーチでしょ? コーチ! コーチ誕生日だよ、今日。 これコーチにみんな言ってるの? ありがとうございます。 あ、確かにコーチのツイッター風船飛んでた気する。 ありがとうございます。 え、本当にコーチ誕生日なの? コーチの誕生日だ、今日。 本当にコーチ誕生日なの? 今日コーチの誕生日だ。 マジ? ほんとだ、めっちゃ風船飛んでる。おめでとうございます。あ、コーチ誕生日なの。おめでとうございます。なんだ、マジ適当に。ほんとにそうなんだ。さあ、さあ、ナルさんって純粋だよね。純粋だね。嘘かよ。なめろや。失礼なこと言っちゃったかと思ったろ、今。適当に言ったのにね。ざけんな。まさかあれる、コーチが誕生日だなんてね。そんなわけないもんね。おい。 サラさん純粋ですかね。そうだよ。あ、一ノ瀬が誕生日らしい。あれだった。そのせいかも。あれ、アレルさんちょっと。アレルさん。はいはいはい。裏切りっすか。アレルさん。何がっすか。裏切ってましたね。裏切ってますね、今。いや、違うよ。なんでさ、チーム18にいるよ。だってこれ。裏切りって決めつけちゃうのかな。早いな。師匠超えをなす時が来たか。早いね。裏切ってつけちゃって。すぐ。 あ、また、俺、なこれ引っ張られるんですけど。おじさんに18人ずっと消化する。謎の力に、サスケ。助っ人で入ってほしいんじゃないですか、これ多分。いないから。このまま俺入るパターンなんだ。なのかな。でももう始めます。普通にさらっと行こうとしたからな。ちょっと強いチームできてる、強いチームできてる。18人、強いチームできてるよ。ちょっと。 強いチームできてる。ワルルさん倒したい。<笑>確かに。え、でも俺ジブ対面になっちゃうよ。俺もうブルブル震えるよ。エイムやばいじゃないか。もうブルブルになるよ、エイム。ミラージュだから。あ、そっか。だったら勝てるわ。あれ、助っ人らしいです。マジ。レイ君か。ミラージュだよ、ミラージュ。コーチ、いや、わかんない。好きなの使えると。 なんでやだやだやだ。次に佐野さんそうなポイントしたら、俺多分ミラージュでもコーチとドーム入ったしたら、もう勝てるかわかんないのに、チーム疲れたら無理だよ。ビビってんだ。遊びビビってる。怖いよ。てか、あれさん、武士。うん、な、そうなんです。確かに。聞いてみます。ゴリラ様様に。 コーチ、倒しますよ。倒してください。もしなかったら一応あのシェラカップのサーバー招待送っときますんで、そっちで。あ、一応あったんで。あ、オッケー、そっち行ってきます。怖いよ。怖いよ。余計なこと言うから敵切っちゃった。怒られる。競技人じゃ。 ジブだったらマジで嫌なんだけど。負ける。勝てないよ。ビビってんな。ビビるな。お前ら勝つぞ。コーチは怖いよ。日韓大会。泣くな。 泣くな。コーチ、これどこ降りたらいいですか。敵だ。一人泣くとみんな泣き出すやつ。ちょっと、すがっと飛ぶの。泣いてる場合じゃないっすよ。ラバのチームがそのまま動物行きそうだよね。そうっすね。何食べてんの。コーチ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 食ってんの。